今日の昼に YouTube 上げたんやけど、一世バルセロナで一友達で一番エロい家住んでた一世が、なんかあいつが今引っ越したって聞いて、そこの家がもっとエロいって話があるから、ちょっと一世の新居でも見に行こうかなと思ってて。ねえナギ、ちょっと一世くんの新居なんかすごいところらしいから見に行こうかなと思ってます。むっちゃこの近所らしいから。地図ではこっちらしいで、家が。さあどこやろうね。こっちが近道って書いてるね。うわすごいでかいボートとかあんね。この辺らしいけどな。あ、いついた、いついた、いついた。おー、でかっ、でかっ。これ、思ってたよりでかいね。こんな感じっすよ。でかっ、これすごない？でかすぎやろ家。これ日本まで行けへんのこれで。いや、1時間100ユーロ、エンジン。あ、ガソリン？ガソリン代。1時間100ユーロ高いやん、結構。おー、こおわ、これ、おわおぉ、すげぇ。おぉ、ちゃんと下駄箱あるやん。すごい。あ、伊勢これお土産。え、マジっすか。あったらうち食っといて、今バルスの1位、美味しいサンドイッチ。お、マジで。うわ、すげぇ。じゃあ、僕とはおぉキッチン。お、キッチン。うわ、ちゃんとしてるやん。え、下もあるの。え、ガスとかもあるの。電気だけ。電気、電気ですね。まあでもガスにやろうと思えばできるけど、火はあんまり良くない。おー、すごい。こっち、おー、おー、おー、すげえ。おー、おー、おー、寝れるやん。えぐいな。やばい、これは。釣りお願いしますよ、俺。おお、ここで釣りできんじゃん、これ。すごいね。なんやこれ。なんじゃこれマジで。笑けるね。笑けるね。次こっち。おお。まだ4日目。おお。3日目。おお。で、まあ一応。おお。ここは前あってるよ。ちょっと全部壊して。すげえ。おお、テレビあるやん。おお。え、これ運転もできるやんな。これで運転するのほんまに。これなの。GPS とか、あ、方向パイロット。これ、これで進むとか？これ？エンジン、エンジン、エンジン。あ、エンジン、エンジンルーム？おー、すげえ。おー、もう2階だよ。おー、おー、あー、むちゃくちゃかっこいい。さっき、あの、右の洗濯機あるじゃないですか。洗濯機やったら、うん、全部消えちゃって。あ、洗濯機、これ右かな？はい。うん。電気止まったん？止まっちゃう。うわすごい。こっちは、え、こっちもあんやん。こっちがゲスルーム。ゲスルーム、おお。ベッド2サイズの虫とくだったら、すげえ、これがみんなのですね。おお、うわ、え、シャワーもあるやん。みんなシャワー、トイレ付き。こっちもシャワー。え、こっちも部屋あんの？こっちです。み、あの、シングルが3つ。え、すいません、ちょっとこれはまだ俺の、うん、引っ越したばっかり。すげえ。で、これがメインのベッドのメインで。すげえ。おお。この後ろにももう一個部屋があるんですよ。うん。で、それは外から。あ、外から入れんの。ゲストたちがこう住んで、うん、次がキャプテンとか。すげえな。古いの結構。何年前ね。1988年。あー、結構古いね。すっごっ。え、もう運転免許持ってんの？もう持ってます。えー、運転できんの？できます。まあ、まあ、このぐらいの風だったら、やっぱ押されるからちょっと怖いけど。出るのは多分問題ない。入るのが怖い。車もこれ駐車場？これ？駐車場代もかかるの？あ、月45ユーロ。安いよ。めちゃくちゃ安い。逆に車でキャンピングカー公園でもで、こっちにも泊まれるよ。あ、お前ちょっと揺れるね、これ。そうだな、でもこれ全然っすよ。あ、でも全然。だってもうこうだったもん、俺。ここ持ちながらもうこう、こう、いや、でもずーっと、夜寝るときもこういう感じやろ。いや、でもその水の音とか、すげえ、スランキーやろ。うわぁ、おぉ、すごいいいソファ。で、手振るのも、
わ、これは見えますよ、見えますねっていう会話だけ。こんにちはじゃなくて、こんにちはじゃ見えてんぞと。面白いですよね、どの船でも、わし、挨拶してほしい。釣りお願いしますよ。釣りの道具何も何買えばいいか分かんないし、釣りの道具がデカスの方100ユーロセットあるよ、はい、本当マジでマグロ取りたい。マグロなんだ、とんでもない差を買わなかった。それこそここ、こっからホルメンテーラ行くとかイビサ行くとってどれくらいかかるの？5時間ぐらい15時間結構かかるんだよ。こそうと思えばこのまま行けますかね。あ、いえ、そのコンセプトですけど、じゃあもうここうるさいから、じゃあマヨルカ行こうと思ったら、じゃあマヨルカ引っ越しぐらいそのままこれで別世界やな、完全に。さあ、どこの海に行きましょうか。